盛大な友好式典を開催していただきまして誠にありがとうございます。私は東北鉄道浅草駅長の大和郡新規と申します。今天在此举办如此盛大的友好握手仪式，本人表达感谢之意。我是东武铁道浅草站站长，大阿九十二。さて、台湾鉄道管理局様と東武鉄道におきましては、2015年12月18日に友好協定を締結し、まもなく1年が経過しようとしております。こうして海を越えて台北駅にて現業町同士の記念式典を開催できたことに大きな喜びを感じております。台湾铁路管理局与东武铁道于2015年12月18日缔结友好铁道协定，至今已快届满一年。像这样子可以在漂洋过海的台北车站举办同列站务人员的友好交流纪念仪式，本人感到无比的喜悦。これまで両者の友好の証としまして、記念乗車券の販売、共通エンブレムの特急列車提出、弊社両毛号をプリマデザイン塗装、そして台湾鉄道管理局様の自供号を弊社特急スペーシャの立方号で、ゴールドデザインに塗装するなど、数々の相互誘客施策を行ってまいりました。截至目前为止、双方已推出票券无偿兑换活动，设计共同图腾，并绘制在特级列车车厢上，以及本公司的特级两毛号列车箱体彩绘成普悠马号图腾。同样的，台铁局的自强号列车也彩绘了东武铁道闪烁着金色光芒的日光翼 Special 列车行驶等等各种吸引乘客的活动，展现双方友好的证明。その効果もあり、昨年2015年には約370万人のお客様が、台湾から日本にお越しいただきましたが、今年2016年は、昨年の2015年を上回る勢いで、来日していただいております。在此努力之下，2015年约有370万人次的台湾旅客造访日本，其中部分也应该是我们努力的成果。今年的访日人数更已超越2015年的态势在增加中。東武鉄道の沿線では、下町情緒あふれる浅草、新しい日本のシンボルである東京スカイツリー、歴史が感じられる日光、そして癒しの鬼怒川温泉等を有しております。ぜひ日本へお越しの際には東武鉄道をご利用いただきまして、日本の文化を体感していただければ幸いでございます。鉄道企業に従事する者として安全安心快適を提供し、旅のお手伝いをさせていただきたいと思います。東武鐵道沿線有具有古色古香的浅草、新日本象徵的東京晴空塔、具有历史风味遗迹的日光，以及可以疗愈心灵的鬼怒川温泉等风景名胜。各位台湾的民众，若有至日本旅游，欢迎搭乘东武铁道，做一个体验日本文化之旅。作为铁路事业从事者，我们竭诚的希望在各位的旅途中提供一个安全、安心、舒适的旅程。そして台湾のお客様が日本にお越しいただくだけでなく、今後も日本から多くのお客様が台湾を訪れるように努力しまして、台湾鉄道管理局様と東武鉄道のさらなる発展に寄与できれば幸いでございます。当然、不仅只是台湾的旅客至日本旅游，透过我们的宣传努力，也希望未来有更多的日本旅客前来台湾旅游，共同促进台湾铁路局与东武铁道的发展。最後になりますが、本日お集まりの皆様のご健勝並びにご活躍を心からご祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。谢谢。最后，敬祝今天在场的各位嘉宾身体健康、事业发展。以上是我的致辞，谢谢。